春名、戦艦。春名は日本海軍の戦艦で、混合型戦艦の三番艦。春名の艦名は、群馬県にある、高下三山の一つの春名山に由来する。戦艦にもかかわらず、旧国名ではなく三岳名を持つ理由は、春名を含む混合型は、当初、総甲巡洋艦として計画されたため、一等巡洋艦の命名管令に従ったものである。艦内神社は、 春名神社からの分子で、艦長以下の陸民がたびたび参拝し、また、春名神社側も新職を派遣するなどの交流があった。戦後、艦名は、海上自衛隊の春名型護衛艦、春名に継承された。春名は、当初、第二号装甲巡洋艦として計画され、1911年4月、神戸川崎造船所、後の川崎重工業に発注された。 それまで海外発注か海軍交渉でしか建造されることのなかった、いわゆる主力としては初めて民間造船所に建造を発注された艦である。一方、三菱合資会社長崎造船所、後の三菱重工業にも第三号装甲巡洋艦、後の混合型船艦四番艦、霧島が発注され、工程の進捗状況がほぼ同時であったことから、 両者は激しい競争意識を持って建造に当たることになる。川崎造船所は、春菜の建造に、先立ってドイツ設計の大型ガントリークレーンや偽装用のイギリス製大型クレーンを購入するなど、将来の大型軍艦建造を見据えた準備を行っていた。春菜は1912年、明治45年3月に寄港し、1913年、 大正2年12月に浸水した。工事もかなり進んだ1914年、一つの悲劇が起きた。この年の11月18日に、機関の軽流試運転が予定されていたが、直前に故障が見つかったため予定が6日遅れることとなった。本来であれば、試運転が実施されるはずだった18日の朝、機関建造の最高責任者であった、川崎造船所蔵機工作部長、 篠田常太郎、篠田光太郎が自陣してしまったのである。遺書などはなかったが、軽流機関試験遅延の攻めを感じた上だという子は明らかであった。当時の軍艦建造は、それほど重大な責任感を持って行われていた。篠田工作部長の死から半年後、巡洋戦艦春名は、同慶艦の霧島と同時に竣工、海軍横須賀鎮守府に引き渡された。これ以降、 民間造船所でも主力艦の建造が行われるようになる。なお、霧島と同時竣工したのは、篠田工作部長自陣の方を受け高い軍が両者へ配慮を促したためである。手記には、川崎造船所と技術提携を結んでいたジョン・ブラウンのブラウン・カーティス、式直結タービンを川崎造船で製造したものを春なのみ、搭載していた。 これは一つのタービンで圧力の異なる複数のシリンダーに分けて出力するエンジンで、それぞれのシリンダーを推進軸に直結して1機あたり2本の推進軸を動かすものであった。並走上の特徴としては、手法には従来のビッカース製ではなく、国産の41式36センチ砲、正確には14インチイコール35.6センチ砲が、 本館より採用された。また、副砲は、両弦の甲板よりやや低い方角に片弦8問、計16問を、心臓時に装備していたが、第一次世界大戦以降、戦艦が手法で打ち合う状況では、射程が短く異界の狭い昇降警報が利用される、機械が激し、後に重量軽減や不沈対策の名目で撤去されている。 まず1932年には、対空気重増設による重量軽減のため両元最前方の1.2番複方を撤去、太平洋戦争中の1944年2月前後に、さらに6問を撤去し、戦争後半には、片元4問計8問を残す状態となっていた。さらに、他の混合応急戦艦同様春名も、心臓時に53.3センチメートル、 魚雷発射管を片ゲに4問ずつ、計8問装備していた。これは左右対称ではなく、左右でややずれた位置に、喫水戦火に固定装備されている。当時は、光線距離が短く想定されており、破壊力の優れた魚雷を併用することが考えられたためと思われるが、光線距離の延長に伴って、春菜の発射管が実戦で使われ記録はない。 これら発射管については後に撤去された友大二次、改装以後も残されていたとも言われているが、心臓時に装備されていた事実以外は明確な情報が見当たらないのが現状である。春名は1912年3月16日、川崎重工業神戸造船所で寄港。1913年12月14日、伏見宮定だのある新脳列席の下で浸水。 1915年4月19日巡洋戦艦として、春工、横須賀鎮守府に入籍。同年12月に、第2艦隊第3戦隊に、同系艦3隻と共に編入された。1916年、先にイギリス海軍によって導入されていた、包囲板射撃小準装置、ただし、試作機を、日本海軍で初めて搭載した。これは、 全訪問で同一目標を攻撃する際、一括して、思考、発射を行う一種のリモートコントロールシステムでもあった。この前後は、第一次世界大戦の最中であり、日本も連合国側として参戦していたことに従い、春名も中国方面、北市、中国北部方面、ロシア方面などへの警備活動を行っている。1920年9月12日、 シベリア出兵支援に備え、北海道尻部市市長沖にて、戦闘訓練中、一番砲塔右方内で榴弾が破裂する、塔中、内爆発事故が発生、15名の死傷者と、戦隊全域にわたる損傷を負い、修理のため横須賀へと開港された。一方、第一次世界大戦中のユトランド沖海戦の結果、遠距離砲戦中に垂直落下する、 敵砲弾に対して、巡洋戦艦におけ水平防御力の脆弱性が問題視され、これを改善する必要が生じたことから、折しも修理のため入居していた春菜にまずそれを施すこととなり、防御強化と主砲射程延長などが行われた。改装中の1二十一年に、ワシントン海軍軍縮条約が締結され、春菜を含む混合級の代替艦と考えられていた。 天城型が建造中止を余儀なくされ、今後応急を近代化して、第一線の戦力維持を図ることとし、ちょうど改装を一時終えて、練習駅務官として、現役を離れていた春名は1924年より、引き続き近代化大改装を施されることとなる。結果的に春名は、第一次近代化改装を最初に施された官となった。これは、従来の石炭。 重油根性艦から重油戦勝艦への乾装や上部構造物と船体の大幅近代化が含まれる海装であり、それまで低い司令塔と高い矢倉の組み合わせであった環境が後に日本船艦の特徴といわれる重厚な上角型衝楼パゴダ・マストに改められたのも春名が最初であった。なお、この海装によって重量が増したため速力が25、 ノットに低下、このため後の1931年6月1日付で、姉妹艦3隻と共に、巡洋戦艦から戦艦に艦手変更された。また、混合級戦艦とも混賞艦を戦勝艦へすべて、完走予定であったが、予算の都合で春菜のみこの時点で、混賞艦を一部残していた。これら一連の改装の結果として、春菜は日本海軍では、 異例の八年もの長期にわたって、現役を退いていた。一連の改装が完了した1928年、昭和天皇即位を記念して、同年12月4日、横須賀沖にて挙行された大礼特別館館式において、春名は天皇が座上するお召し館を務めた。副部は、戦艦混合、戦道艦、飛例、装甲巡洋艦,艦は、 春が、金剛、比叡、赤城。ちなみにこの年の観観式は、明治以来最も参加観戦が多い186隻が参加し、外国からの参列艦も軍艦7隻、部外船舶15隻であったという。1931年11月8日、天皇による熊本行行の際にもお召し館を務めている。11月19日、天皇は、 鹿児島から横須賀へ春名に乗艦して帰郷した。満州事変により市中の緊張が高まり、1937年以降の日中戦争に発展していく過程にあっては、春名もしばしば中国方面への警備活動を行っている。そのような情勢の中、折に触れ対空、航空兵装などの細かな追加改装を行いつつ、1933年9月、 海軍軍縮条約執行を睨んで二度目の大規模近代化改層が施されることとなり、今度もまた同警官では春名が最初となった。丸一年をかけたこの第二次近代化改層では、動力部の刷新と船体、上部構造物の近代化改層が行われ、出力を心臓時の倍としたことで、速力も三十ノットを得る高速戦艦、公式類別はあくまで、 戦艦だが、これ以降の混合級戦艦は一般に交渉される、として生まれ変わった。近代化改装が最も早かった春名では、高線距離延長に伴って高くなった後環境を後部煙突と隣接させているが、その排熱の影響が大きかったことから、後に改装された霧島などでは、後部環境を後方に傾斜させて、排熱を避ける工夫を施しており、 この点が春菜と姉妹艦を見分ける際の大きな特徴の一つとなっている。なお、今後、比叡では手方等側面が角張っているのに対し、春菜、霧島では手方等側面が丸みを帯びていることも、今後、嗅各館を見分ける特徴とされている。春菜は2本の煙突間の空間が他の同型艦よりもやや広いのも特徴である。 第二次近代化改装が完了した1934年に、佐世保ュフに移籍した。1937年8月21日、春名は、1、2、3、4、5、6、戦艦長戸、道の区、霧島、慶巡洋館伊鈴と共に、多土津港を出港し、長江川口沿岸で23日まで、作戦行動を行う。 もはや台米戦争が避けられないと判断された1941年10月頃、水死準備として、次期誘導魚雷を拡乱する、限外電路と、バルジ、被弾による浸水を防ぐため原則水栓下に、付けられた土質部への水密管重点などを実施した。太平洋戦争開戦時は、高間艦、高間、保つ大佐を艦長として第一艦隊に属し、 三河軍一中を率いる第三戦隊に、両艦三隻と共に配属、同系艦の金合と第一小隊を、組南方作戦支援に回された。1941年、昭和16年12月4日、マコを拠点に出撃し、陸軍のバーレー上陸作戦支援を皮切りに、非党上陸作戦、ランイン、オランダ領東インドイコール原インドネシア、攻略作戦などを支援した。 この間、シンガポールを出撃したイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズ同巡洋戦艦レッパルスを中心とするイギリス東洋艦隊を迎撃すべく開港を図るも、果たせず、同艦隊が日本軍航空隊に壊滅させられるという一幕もあったマレー沖海戦。1942年、昭和17年2月には、真珠湾攻撃などを終えて開港されたナグモ機動部隊と合流。 同警艦4隻が揃って、インド洋作戦に従事する。3月6日10時30分、長雲忠和司令長官は、残敵総統を命じ、第2航空戦隊、司令官、山口多門少将、空母総流、飛流、第3戦隊、第2小隊、3番艦春名、4番艦混合、第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風の8隻で、 別動隊を編成、機動部隊本隊から分離した。空母2隻の護衛 27× 第2小隊、浜風、磯風を残し、金剛、春名、谷風、裏風の4隻は3月7日早朝に、クリスマス島に、艦砲射撃を行う。圧倒されたイギリス軍守備隊は白旗を掲げた。だが海軍陸戦隊を持たない4隻は同等を占領することができず。 白旗を放置してクリスマス島を去った。なおクリスマス島は3月31日に第四、水雷戦隊、司令官、西村昌司少将、機関、中によって占領された日本軍のクリスマス島占領。同年6月5日、ミッドウェー海戦で春名は、姉妹艦の霧島と共に、南雲機動部隊の護衛に当たった。早朝、春菜は、 関西する95式水上偵察機を索敵のため発進させた。第1次ミッドウェイ島攻撃隊発進後、ナグモ機動部隊はミッドウェイ島から発進したアメリカ軍機の継続的な空襲を受けた。春名もミッドウェイ基地所属 s b ー u ィンディケーター11機、戦闘商法で14機の爆撃により資金弾を受ける。SB2U は直延冷戦の迎撃で1機を失い、 2機が燃料切れで、藤士木、春菜に対し、直撃弾2発を主張した。その後、アメリカ軍機動部隊艦載機、SBD ドーントレスの急降下爆撃により、空母三隻、赤木、加賀、曹竜が、被弾炎上すると、春菜、霧島、とねちくまは残存する、第二航空戦隊の飛竜、司令官山口多少将を護衛した。だが、飛竜もアメリカ軍機の空襲で、 被弾炎上した。飛竜炎上後、春内科周囲の護衛艦艇もドーンドレスの急降下爆撃を受けた。資金弾を受けたが、深刻な損害ではなかった。さらに、B-17 爆撃機の空襲を受け、左限に資金弾となった。ミッドウェイ作戦より期間後、高間艦長、5月に、少々昇進が第四水雷戦隊司令官へ、転属、6月22日。 公認として、石井高行、石井高行、または、警視大佐が、艦長に着任した。また、7月14日には、所属を、第二艦隊、戦艦部隊を主力とする絵写し、今後と共に、第三戦隊を再編成した。比叡、霧島は、第十一戦隊を編成、第三艦隊に編入された。同年9月、 激戦化したガダルカナル方面の戦闘に参加するため、全身部隊本体に編入され、トラック島へと本拠を移した。ガダルカナル島の戦いは、補給能力に勝るアメリカ軍が優位に立った。日本軍の増援部隊や補給船団は、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場から発進するアメリカ軍機により幾度も撃退され、日本陸軍の戦力は低下する一方であった。 苦境に立った陸軍の要請により、連合艦隊司令部は、第3戦隊、司令官、栗田武雄中将、金剛、春菜、第6戦隊、司令官、後藤存次少将、機関青葉、古高、絹笠等による、ヘンダーソン基地艦砲射撃を立案した。10月11日、第1次低戦攻撃隊、第6戦隊主力と、アメリカ軍巡洋艦部隊との間にサボ。 島沖海戦が発生する。日本海軍は、後藤司令官が戦死、古高、吹雪等が沈没して敗北したが、アメリカ艦隊も、損害を出して疲弊、アイアンボトムサウンド、鉄底海峡から撤退する。このため、第二次停戦攻撃隊、第三戦隊主力は、アメリカ艦隊の妨害を受けることなく、ヘンダーソン飛行場を射程に収めた。第二次停戦攻撃隊は、 第3戦隊、金剛、春名、直江隊、第15駆逐隊、親潮、黒潮、早潮、第24駆逐隊、海風、高風、両風、全土系解体、第2水雷戦隊、機関伊鈴、第31駆逐隊、高波、巻波、長波、及び上空援護隊、第2航空戦隊、巡洋、飛洋で構成されていた。この砲撃により、 第三戦隊は、ヘンダーソン飛行場を一時使用不能にしたが、新設滑走路の存在を、日本陸海軍とも見落としていたため、アメリカ軍航空隊の活動を封殺することに、失敗した。春名では、熱射病による戦死者2名、弾薬コインを出した。10月15日には、日本軍輸送船団が、第二滑走路から発進したアメリカ軍機の攻撃により、大損害を被っている。 ちなみにこの折、航空支援のない艦隊での航空基地攻撃に難色を示す栗田中将に対し、山本五十六連合艦隊司令長官は、今後を、春名が行かないというのなら、自分が山和、道の区を率いて実行すると強く説得したと言われている。同年10月26日、ガダルカナル島をめぐる一連の戦闘の一つである、南太平洋海戦に参加するが、 空母艦隊同士の航空戦に終始し、また、主力空母部隊とは別行動であったため、戦闘の機会もなかった。11月中旬、第3次ソロモン海戦で、比叡、霧島が相次いで沈没、混合型戦艦は、混合、春菜の2隻のみとなった。同海戦において、第3戦隊は、トラック白地を出撃して、ガダルカナル島方面に出動しているが、 アメリカ艦隊と交戦することはなかった。同年12月24日に第3戦隊は第3艦隊再編された空母機動艦隊に編入。翌1943年2月がダルカナルからの撤収作戦、化合作戦を支援する。その後一旦内地へ戻り修理や細かい改装などを施し再びトラック島へ向かうが5月に アッツ島玉砕など北方選挙区の悪化に伴って、再び内地へと帰島待機し、翌月トラック島へ戻った。この間、6月14日に艦長が森下新へ、森下信へ大佐へと移った。以降年末までトラック島やブラウン艦長方面で活動していたが、特に戦闘などは起きなかった。1944年、昭和19年1月25日、 戦艦ヤマトの艦長へと転任した森下大佐の後任として 10A カズエ、シゲナガ、カズエ大佐が着任する。反抗作戦によりサイパン島に上陸したアメリカ軍及びそれを支援するアメリカ艦隊を撃滅すべくアゴ作戦が発動された。マリアナ沖海戦に第3航空戦隊、空母千代田、シトセ、随宝及び第2艦隊、機関アタゴ、 司令長官、栗田武雄中将、第一戦隊、山和、武蔵第二水雷戦隊、の代、東風島を主力とする前衛部隊の一艦として参加した。しかし19日、米潜水艦の雷撃により、空母大砲、昇格が沈没した。20日、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃により、オッツ部隊では空母肥料が沈没し巡洋が損傷。 後部隊では随格が損傷、前衛部隊では、千代田、竜邦、マヤが損傷を受けた。春名も、五甲板に直撃弾を受け、火薬庫に浸水するほどの被害を出した。この損傷により、修理完了後も、全速力を出すと完備が振動する状態となる。最大発揮速力26から27ノット程度に、低下するなど、春名の戦力発揮に影響を与えた。 損傷修理と合わせて、幻想閉塞など、不沈工事や対空火器の大幅増強が行われている。同年10月フィリピンのレーテ島に上陸したアメリカ軍に対し発令された早一号作戦に参加、春名は栗田中常式の第一遊撃部隊の一艦として、上陸中のアメリカ陸軍部隊を砲撃すべく、進撃を続け、25日サマール島沖にて発見した。 スプレーグ少将指揮下の第77任務部隊との交戦、いわゆるサマール島を機械戦では、アメリカ艦隊を追撃したが、前日の艦尾振動の影響により、今後ほどの戦果を上げるとができなかった。混乱する戦局の中で、栗田中将より撤退命令が下され、春名も、北、スルー海、フィリピン西方海上において、アメリカ軍の追撃により、資金弾を受け損傷する。 冷手沖海戦の後、日本海軍の残存艦艇は、損傷状況や任務により、各地に分散配置された。春名はしばらく東南アジア方面に残地されることになった。11月16日、戦艦山と長と金後は、軽巡洋艦、矢作及び第17駆逐隊裏風、磯風、摂風、浜風及び梅、霧に護衛されて、ブルネーを出港し、 日本本土へ向かった。春名と足柄、羽黒、大淀等はブルネーに残り、リンガハ白地へ移動することになった。しかし21日、金剛と裏風が、米潜水艦、シーライオン E、アセスシーライオン SS、SS、SSP、アスプ、アップス、LPSS-315 の来撃で、撃沈された。これにより海戦時4隻だった金剛型戦艦は、 春内一石を残すのみとなった。二十二日林が白地次の第二遊撃部隊戦力は、春内科足柄、第五艦隊機関、第四航空戦隊、日向、伊勢、第五戦隊、羽黒、大淀、第二水雷戦隊、霞、機関、潮、朝市も、第十一駆逐隊、初市第四十一駆逐隊、下月、岸並、新総、湘南にて修理中であった。 このブルネイから、リンガ白地への移動中、春名は座礁して官邸に大きな損傷を受けた。天候が平穏ならば18ノット発揮可能、後天時の外洋公開は不安と判定されるほどの被害であった。現地修理は不可能と判断した第五艦隊及び同艦隊司令長官、島清秀中将は春名の内地開港を決定する。護衛艦には霞と初が指定され、 第二水雷戦隊司令官、木村正富少将は一時的に正気を霞か、使用に渡る上げした。なお25日11時にはシンガポールから、リンガク地に向かっていた戦艦伊勢も座礁しているが、速やかに離礁に成功、被害も少なく浸水被害もなかった。11月28日夕刻、春名、霞、初島は、リンガク地を出発。 29日午前10時に、湘南、シンガポール機、空母巡洋隊との合流を目指し、その日のうちに台湾の魔工市へ向かう。12月5日、春菜はマニラ輸送任務を終えて、日本本土へ向かう。空母巡洋、秋月型宅地区間冬月、両月、松が宅地区間マーキと台湾の魔工市で合流、会場で合流したとも。6日、初島、霞と分離すると、 春名は、順洋と共に、日本本土に向けて出航した。ところが12月9日、男女群島と五島列島の間にて順洋が、レッドフィッシュ、アセスレッドフィッシュ、SS-395 の、マキが、シーデビル、アセスシーデボル、SS-400 もしくはプライス、アセスプラス、SS-390 の来撃によりそれぞれ、損傷した。襲撃直前、 アメリカ軍潜水艦の待ち伏せが予想される男女軍刀を黎明前に通過するのは危険と判断した。両月は高速を発揮する春菜に速力を落とされてはいかがと信号したが春菜からの返答はなかったという。12日11時35分、春菜、鈴月、冬月は呉に帰還した。その後、修理作業に従事する。12月20日、 高尾警備府参謀副長へ転任した、十栄官長、10月15日少々昇進変わり、慶淳矢萩の前官長を務めた吉村新部、吉村、またけ大佐が着任するが、吉村官長式の下出撃する機会は二度となかった。1945年、昭和20年に入ると敗戦続く日本では艦船を運用する燃料にもこと欠く状態となり、 レーテ沖海戦を生き延びた本艦も修理を受けた暮れで、停泊するのみとなった。1945年3月19日、呉海軍交渉前、交渉内ともに停泊中、ミッチャー中将率いる米第58任務部隊の艦載機による爆撃を受けたが、この時の被害は警備だった。4月になって予備艦席に入ると、マリアナ沖海戦後の改修で大幅に増設された。 対空火器や複方の大半及び対空式装置などを陸上防衛に転用のため撤去されてしまった。6月22日に P-29 により直撃弾一発を受け、防空砲台となるべく、クレの対岸、江田島雇用海岸に転病、結果としてそこが最後の地となった。7月24日と28日のクレ軍港、空襲により今度は、 マっケーン中将率いる第38任務部隊による大規模な攻撃を受け、同様に燃料もなくなす術のない状態の航空戦艦伊勢、日向や空母、天ギと共に停泊していた春名は、二番砲塔の方、側昇順による三式弾射撃などによって激しく抵抗を行ったものの二十発以上の命中弾を受けて大破浸水、着艇した。この時、 全部手法や対空兵装の一部はなおも使用可能な状態であったというが、もはや本艦に戦う機会はなく、そのまま終戦を迎えた。なお、最後の姿は、手法等などにダズル迷彩を施し、環境には網を使ったカモフラージュを行っていたが、これらはほとんど意味をなさなかったと思われる。なお7月28日の攻撃で、春名は2機の B-24。 タロア号、ロンサム・レディ号を撃墜した。両機の乗員は、捕虜となり、広島に収容された。そして8月6日の広島原爆10日に遭遇し、尋問のため東京に送られた、ロンサム・レディ号機長以外の乗員は、全員被爆死した、広島原爆で被爆した、アメリカ人参照。ご定泊中に、春ナが受けた、命中弾は、 米戦略爆撃調査団によると、3月19日に一発、6月22日に7発、7月24日一発、7月28日に7発、他に、資金弾多数というものである。残された写真では後部に大きく傾斜しており、正面からの写真では、監視作原も大破しているのが見て取れる。右玄側は、枝田島に近かったことから作原を中心に攻撃を、 受けたことが伺える。蒸気本文と米戦略爆撃調査団による命中団数が異なるのは日米において命中団、資金団の認識の違いによると思われる。その春名も1945年11月20日に除籍され、1946年5月2日、不要解体作業に着手し、同年7月4日に解体が完了した。春名は、 海戦時すでに慣例26年の老朽艦であるにもかかわらず最前線にあって主要海戦の多くに参加しておりしばしば損害を受けたその姿は海戦直前に完成して最前線での主要海戦でもほとんど損害を負うことがなく幸運の空母とも称される空母随格と対照的であるがこの2巻は駆逐艦切風などとともに 日本海軍の武軍と評されることが多い。また、日本戦艦で最も多くの海戦を生き延び、その週末を解体という形で迎えたことから、諸書,書には、戦艦春名は戦後復興のための資材となった旨の記述が多く見られ。広島県江田島市には、春名と共に、雇用で戦い戦没した一等巡洋艦出雲と、合同の戦没者ルコンヒが雇用港を望む丘の上に建てられている。 空白は不明。1944年は、推定を含む、水平防御に関室 64mm、機械室83から 89mm、弾薬庫102から 114mm、かじ取り室 76mm など追加。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。